政治の力でね料金値上げ止めたん原子力アレルギーみたいなのは自分の首を絞めてるわけでも電気つけなきゃいといいんだよね鉄人28号とねマジンガー Z よりもっと離れてるね電力大手7社が値上げの申請をしてるって話なんですけども僕たち生活苦しくなるんですけどこれはね 政治の力でね料金値、ね、上げは止めた方がいいね認可料金だから先送りもうちょっと経済が良くなってから安定してからにした方がいいと思うねだって補助金出して二割ぐらい安くしていこうと思ってること二割上げたらゼロじゃないそうしたら高いままになっちゃうじゃない経済産業者とかに申請するんですよね NO とか延期とかなったら伸ばせるんです、うんうん、認可、うん、認可料金ですからね ただね電力会社も楽しいんですよ電力会社といえども株主がいて社員がいて商売しなかったら食えないわけでしょだって電力会社が悪いんじゃないのロシアがあんなバカな戦争してるから油の値段が上がっちゃったってことだからまあそれは緊急事態だからそこはもう政治の力で電力料金はなるべく抑えるそれともう一つ簡単なのは。 安全な、ね、原子力発電所を動かすすってことですよ、まあ、全部止めてんじゃない柏崎って新潟の発電所に原発があるんですけどね新しいもんだけね、まあ、地元の理解を得てね動かないことには関東エリアのの電力料金の問題は解決しないです東京電力なんて気の毒だと思いますよ1年間に1兆円もさ補助とさ爆発に対するその除染とかさそういうのにお金使ってもちろん国も出してるけど当初予想した金額よりも全然上がっちゃってますからねかか 持ってる費用が。それは古いやつはね、やめたほうがいいですよ。初期にできた原発と、今新しくできた原発ってのはね、鉄人二十八号とね、マジンガー Z よりもっと離れてるね。原子力アレルギーみたいなのは、自分の首を絞めてるわけ。そういう人たちはもう電気つけなきゃいいんだよね。原発の,の事故も、津波で電源装置がぶっ壊れたって電源問題ですよね。 今言われたのは重要で、あれアメリカの原発持ってきたんですよ。でアメリカは何がおっかないかっていうと、津波よりも内陸にありますからトルネード、竜巻とか嵐とか。だからその予備電源は地下に置いてたね。でも。 日本はやっぱりそうじゃないからそういう指摘があったんだけどまさか大地震は起こらないだろうってのそこがやっぱり十分じゃなかったでも今度は分かったわけだからそんなバカなことしないで必ず電力が供給できる体制さえ作って最新型の規制委員会が動かしていいですって言ってやつは動かさなきゃで自分たちの苦しめてじゃあどうすんのって思いますね。ごご視聴ありがとうございまししたチャンネル登録もよろしく